白川口にやってまいりました。今日のですね、新熊本駅物語は何度かこのコーナーでやっております、あちら熊本市電を取り上げたいと思います。この熊本市電、4月11日から新しい取り組みが始まりまして、利用する皆様に大がよかことが起こっとるんですよ。今日は熊本市電の新しい取り組みに密着します。熊本市電は4月11日に平日のダイヤを改正、朝のラッシュの時間帯の一部区間で折り返し運行を始めました。桑水交差点と新水神寺駅前電停で折り返す便が新設されたということで、新水神寺駅前電停に行ってみました。ここはですね、 JR の新水神寺駅とこの市電の電停が直接結接している場所でね、多くの方が乗り換えにも使うんですよ。でここで今日の大トロの部分が出てくるわけなんですよね。さあ入ってきました。見てください、方向幕、臨時の臨に新水前寺駅前、これがこの春からの新しい試みでございます。この車両は新水前寺駅前電停が終点、この後どのようにして折り返すのでしょうか。今回は特別に回送車両に乗せてもらいました。お客様を乗せていない市電が今新水前寺駅前を出ました。さあ見えてきました、渡り線です。これほら、もうこのコーナーでおなじみの渡り線でございます。そして運転手さんがハンドルとブレーキのレバーを持って、はい、後ろ行きます、後ろ行きます、はい、早い、後ろ行きます、後ろ行きます、はい、そしてもう一回これはレバーをはめた後に、そうですね、想像非常にそれ、くる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 、そしてほら相対してますよ、ほらこのまま行くとにらめっこしてますんで、こういう風景なかなかないですよ。今指令の方に連絡行きました、ポイント進入します。え、あの市電待ってますか。奥の市電は待ってます。そして渡り線ポイントチェックしてからの渡ります。今日も渡ってます。見事な渡りです。この後この車両は新水前寺駅前電停でたくさんのお客さんを乗せて上熊本行きとして運行されます。今回のこの折り返し運行っていうのは何で始まったんですか。熊本市電はですね、はい、特に明日のラッシュ時はやっぱ県軍方面から中心部の方面に、まあ、多くの方ご利用いただいておりまして、で特にここの新水前寺駅あたりに来ますと満員で乗れなくてですね、次の電車を待つというような状況も、まあ、時々発生したものですから、まあ、その中で今の電車の車両ですとか設備で対応するために、まあ、何かできないかということを考えまして、まあ、この新水神駅前ですとか唐島の折り返しポイントを使ってですね、この中心部のまあ便数を増やして、まあ、混雑率を緩和できないかというような取り組みを行ったところです。去年の11月に実施した折り返し運行の試験導入後のアンケートでは、新水前寺駅前電停の利用者のおよそ8割が使いやすくなったという回答があったそうです。今後、はい、なんか考えてらっしゃることってあるんですか。新しい車両を導入していくことがやっぱり根本的な解決になるのかなと思ってまして、今年度からその設計に着手しているところです。令和6年度ですね、ちょうど、熊本支店が100周年を迎えますので、はい、その年にはですね、皆様に新しい車両をお披露目できるようなことでできたらなと考えているところです。はあ、市電の100周年に向けて、はい、今新型車両の導入がもう進んで始まっていると。そうですね、はい、はあ、
楽しみですね。便利になった新水前寺駅ですが、こちらは昭和63年3月に開業した時の写真です。新水前寺駅前の電停から味噌天神方面に少々来ました。こっからの風景ですね。全然変わりましたね。高架橋の下、レンガ色した建物があると思うんですけど、今は高架化されて上は見えなくなりましたけど、下が一部見えてます。だから当時はこっちから切符を買って上がって乗ってたんですね。でこう線路自体も奥側にありましたから。この写真はまだガードがあった頃です。走っている姿も見られたんですね。でも便利になったですよね。ほら、改札から出たらそのままこの歩道橋を渡って自然に雨に濡れることなく乗り換えることができるようになったわけですよ。で、亀さん、はい、また小写真を見つけました。おー、大好物ですか。大好物ですよ。はい、あーはっはっはっは。あ、これ結構歴史のある写真ですね。車両、これ分かります？渡ってます。もう渡り線のある場所は限られてますから、おそらくここはこの場所から近いです。行ってみましょうか。さあ、皆さんはこの場所どこか分かりますか？私立体育館前の電停にやってまいりました。昔はですね、あの奥の緑の空間に水前寺体育館と呼ばれるですね、かまぼこ型の私立体育館があったんですよ。この写真の場所はですね、この辺りですね。ない、渡り線が消えとる。いや、あったんですよ、ここに。あの昔ね、水前寺体育館前っていう折り返しの幕を私見たことがあるんですよ。で、ここにあったんですよ。この謎についてもう一度熊本市交通局の松尾さんに聞いてみました。私立体育館前に行ってきたんですけど、はいはい、渡り線が消えてました。なんでのなったんですか？あのそもそも古くなってまして、はい、で、まあ、作り替える必要があったんですけれども、でどこに作り直すかというときに、まあ、やっぱ新水前寺駅前の乗降客も増えてますし、はい、まあ、運行的な効率ということも考えて新水前寺駅の近くに、まあ、作り直したということになります。いわゆる私立体育館前の渡り線が生まれ変わったのが新水前寺駅前。そうですね、そういうふうになってます、はい、いやー、私も知らんかったです。今朝の新水前寺駅前の折り返しポイントに生まれ変わっとったです。